はい、削り終わって清掃も一緒にしました。はい、おお、すごい。うん。なんか、つくのはここに引っかかって、うん、短い方が。こちらな、前やかわいな。これはまあ、後でした方がええわ。うん、な、つけるときは外さ、これがここに引っかかって邪魔やで。うん。今から取り付けしていきたいと思います。うん、まず、はい。まあ、当たるところな。うん。これがカップのところに当たるところと、うん、これがライニング、あの本体です。よいしょ、あの部分ですね、うんうん、はい。で、汚れたくない人は、うん、ドライバーの先かなんかにつけて、うん、こっちにつけた。ああ、そういうことね。水つけるときにガチャガチャしたときに、ドロドロになるから、うん、誰かさんみたいにね、うん、まさきちゃんドロドロになるもんな、うん、みんな見て、ジーノのライニング、うんうん、まあ、俺らもやっぱりこう組みにくいやつはなるで、だからここにいっぱいつくやろ。まずはこのサイドブレーキ、はい、ここは手でグッとしてもうたら、うん、こいつは柔らかかったじゃない。中のワイヤーを出す感じですね、うんうんうん、で広げたらええし、はい、ここもちょっと乗せた方がいいな。これとかね、そのはい、うん、ここです。あ、で忘れてるわ、はい、ここはな、ああ、あ、ここは触れてないな、うん、うん、濃くないです、うん、で3箇所やからな、はい。でちょっと力のない人は、はい、開けてもらって、うん、ラジペンでグーッと、おいしょ、はい、でここに入れてもらって、はい、で離します。これが一番まあ簡単かな、うん。でまず、うん、こいつを入れてもらって、で後ろから、ここが後ろの穴から入れてもらって、はい、でマークのついてない方が、うん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 、奥側で反対にして、はい、マークのついてる方が、うん、で位置を合わせてもらって、はい、後ろ持ちながらグッとして回す、うん、はい、こんな感じね、はい、うん、こいつは、はい、短い方が手前な、はい、外側にこんな感じですね、うんうん、でこの時にここ、はい、抜けへんやったら、はい、このちゃんと入ってるか見といてほしい、はい、これね、うん、はい、こいつが縦になってるか、うんうんうん、切り、うん、うん、な、溝がね、うん、横になっとったらライニングは入れへんから、はい、まずそれにちょっとあれやってんけど、うん、こいつは抜いた方が抜けるから、うん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 、はい、だからスプリングを抜いてもらって、うん、こいつを抜いた方が普通にポッポッと簡単に、そうです、うん、はい、まずこいつのスープパイはこいつを入れて、はい、引っ掛けて、うんうん、こんな感じで、はい、行ってもらうんだけど、はい、この入れながら、はい、この後ろの、うん、この初めに説明してるこの金具を向こうに押したら、はい、キュッと、はい、
今押せてないな。あ、いたいたいた、うん、この時にこう、あ、今、今崩れた。よいしょ、こいつを押してもって押しながら、うん、ずっと、はい、うん、よいしょ。で、こいつは入ったから、この下ね、うん、はい、これはスプリングの入れるやつがあんね、うん、はい、だけど、こういうやつでキュッと入れても、あー、ごめんなさい、反対から、はい、沿わしていく感じですね、うんうんうん、そう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 、はい、これは上から行った方が良かったなちゃんとストッパーが効いてるかと、スプリングが入ってるかと、この溝に入ってるかな、はい、でこの時もこっちのスプリング外れてないか見といてほしい。はい、こっちです、うんうん、はい、こっちはちょっと入れにくかった。穴やる時は、はい、ここに穴があるから、あ、ここから、うん、これが出てきます、うん、はい、で、はい、うん、マークのついてない、はい、こう、ここは逆さな、はい、こっちやりにくいな、あ、ちょっとね、うん、取ってるしね、で、で、位置合わせて、はい、こういう感じ、はい、うん、まあ後ろとか、はい、ちゃんと両方入ってるかと、ちょっとちょっとくるくるっと、はい、外れへんか確認はしようかな、はい、このピンも回るからね、うん、後ろかもとかなんか、そう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 、はい、こいつが入るかどうかな、ね、右はあるのかな、マークが見える方だね、ここに入れて、あ、これは簡単だから、うん、すごいスッと入った、外して、はい、やったらポポッと簡単に、ちょっと取り外しの、はい、な、初め見た時やりにくいかも分からへん、うん、で、ここを頭から引っ掛けてもらって、はい、ここくらいエアー持って引っ掛けた方が、はい、これあかんねな、最後まで、はーい、はぁ、で、このピンが抜けへんなってるから、はい、うん、あー、いけたいけた、うん、こっちは、うん、ちゃんと入ってるんだけど、うん、こっちがちゃんと入ってるのに、うん、うん、うんうん、ちょっとライニング下げてもうたら、はい、ここもあの、はい、ちょっとザラザラしてたら、はいはい、ちょっと粗いペーパーで、はい、してもうて、もこれぐらいでいけるやろな、はい、この調整の位置を、はい、確実にこうしましょうね。で、ここにほら見えるやろ、左見えてるよ。で、ここで回しすぎたら、回しすぎたら、はい、目いっぱいまでいったら、はい、今度外れへんな、はい、うん、外れへんから、うん、外れへんかった場合は、うん、2本やって、うん、あの裏にあったやろ、ちょっと、うん、プレート入れた、あれがプレートがちょっとこう曲がってるやつだったら、うん、押せれるから、うん、押したら反対に回るから、ね、はい、あれがストッパーになってる、そうそうそう、まあまあね、まあ、さっきだからちょっとこの穴からやったら分からへんけど、こいつをこっから見たら、こいつをね、見たかな、うん、あ、これ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 、こいつを押したら逆に回るから、はい、今やったらこっから見えます、こっちしか回れや、うん、うん、これが穴からとしたら、これはい、見ててください、これでシェイク、うんうん、カチ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 止まるまで行ってしまった、うんうん、
ブレーキも外れへん動けへんってなったら、うん、こういうちょっと曲がったやつで、はい、ここはちゃんと覚えとかなきゃね。こっち回しで閉まるから、はい、これを押してもうって逆に来る。ああ、はい、うん。それしか方法ないから。で、顧問は一人でやってもいいけど、あの二人で最後やってもいいけど、はい、この調整だけは、うん、あのどっちかがやった方が。はい、左右がバランスよくで、こういう感じでこういうところ、はい、やったらちょっとサイドブレーキ動くから、はい、だいたい位置決めて外したちょっと今の、うん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 、おお、これぐらいで、はい、ちょっと引きずってるぐらい、はい、これでライニングの新品の角が落ちて、うん、うん、これぐらいね、はい、でこれを左右、はい、対称で、ちょっと、はい、ちょっときついぐらいな、うん、でもう一回、はい。これはこうプライヤーとかでつまんでちょっと動かせ言われて昔、うん、一番分かりやすいですね、うん、ちょっと必ず動かせ、うん、うん、はい。でドラムはちょっと入りにくいかなぐらい、うん、こんな感じ。ジーノみたいにあの段差がついてたらあれやけど、うん、でこれで吸ったらちょうど、はい、長足サイドもガチガチちょっとしか生まれない、うん、これをだから左右やってもらって、はい、あ、カットさんと必ずここね、ちゃんと穴が貫通してるか見てもらって、はい、これです、うん、はい、うん、最後キャップつけてください、まあ、これをだから左右やってもらって、はい、まだエア抜きまではまた別動画でカップと、そうですね、カップとエア抜きが一緒の動画になってるのかな。だから全部で後ろのリアのブレーキ周りは動画2つで、ライニング取り外し組み替え組み付けとカップとエア抜きの動画になってますので、皆さんよかったら全部を参考にして見てもらえたらと思います。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。